ガエル。はい、今回の新名機列伝は、クランキーコンテスト2です。この台はですね、もう4号機世代であれば間違いなく名機ですし、打つのがクランテ博士の私ですので、お任せください。はい、では打っていきます。まあ一番有名どころだとこのコンドルですよね。コンドル狙って挟み撃ちで右中段にスイカが止まればもう悶絶の二角ということで、ここを狙って打ってる人が多かったんではないかと思います。まあ、あとはねここのロータリーですよね。ロータリー打ちチェリー青のところとこのコンドルのところの、これは効率的にはいいんですかね。初代のクランキーコンドルの場合はね、もう青点狙いって言ってこうやって中に、まあ、青菜を狙うんだけど、この場合ね青菜を狙うとねスイカがないので、ね、青点をさせるのだから難しいのかな。あるいはこのスイカを狙って1,2,3 あるのか、だからこの辺狙えば青点狙いなくもないですね。こうやってこうか。でもちょっとスイカの時がねめんどくさい人にテンパイしちゃうんでね。まあ、あと最初にねクランテって言ったんですけど、その呼び方はですね、あとマガジンですね、パチスロ攻略マガジンの方だとこの台はクランテっていう略し方です。ガイドさんとかその他の雑誌はクラコンかな。でこれ2なんですけども、基本的には、1の方が全国に入ってます。ちょっと辛めなんでね、辛めだけども設定破滅が効いたんで、あとは技術介入がすごい高くて設定5以上が結構落ちてたっていう風には聞いてます。こっちは甘いんだ。この2がね、設定値で 105% だっけな、それぐらいかな。なんかねすごい異常に甘いということで、投下効果の店での設置は見たことがないです。でこの台初めて見たのが旅打ち大阪編かな。映像にはね遠目から隠し撮りでしか多分撮れてないと思うんですけども、当時 7.6 枚とかだったんで置いてたんですよね。だから初めて見てああ2だと思ったんですけども、まあ効果率がそれなんでね、まあ、そこまですげえっていう感じにならなかったですね。で結局打たなかったですしね。お置いてない。なのでまあ今回はあこれごめん、えこれ成立ゲームで合ってるよね。ずっと入ってた。なんかベルスイカの外れ出てたけど、でも あの辺リーチムじゃないと思うんだけどな。まあこれ入ってます。でもこの目って成立ゲームだけじゃないの。ちょっと成立ゲームじゃなくても出るか見ていい？出るな。じゃあ入ってた可能性があるな。7からの下段ダブ点外れてたよね。あれリーチムなの？俺ね博士だけどね忘れてんだよ。当時間違いなく博士だったんだけど、ああ綺麗、ああ青点来た、はい、もう忘れてます。こんなとこで止まる。フラガン滅は逆ハサミですよね。逆ハサミでまあ青でも赤でもいいや狙って、赤でもいいの？赤じゃダメだな、青だな。青を狙ってコンドルチェリー青のとこ狙って、でこれでピックスな。はい、で、ビッグ中1回目は順押しでいいの？順押しでいいの？いいんだよね。いや、あーでもこれビタか、ビタだったら2回目からちょっとやらないとまずいな。これ最初右は赤狙うのか、赤狙うであった気がするな。赤狙って、赤待って、青は、いや青じゃねえな、赤を上段赤でこれの時に中を赤狙うのか、これはベルだ、これも赤狙うでベル、おそらくこれはね1個もしか滑れないと、だからビターが1個も前 じゃないとダメな気がするな。このベルはね、で赤狙う、あこの赤じゃダメだったか、ダメだったかな。であのコンドル、コンドルチェリーのコンドル、あ取れた取れたね。
同じ赤狙えばいいか。じゃあこうか。で今度に狙う。こっちじゃない、こっち、こっち狙って。赤2つあるのよ。だから赤が下段止まった時はスイカの赤の方を狙わなきゃダメだった気がするんだよな。これがこれジャックインか。ジャックインはビタだっけ。鳥枠上、これで外れか。あとは青7枠上でもいけるかな。これビタだよね確かね。1、2、3、そうだよね、ビタなんだよね。こっち、こっち、あ、これはスイカを狙うベルか。あー外れた。お、外れで合ってんのかこれ。本当に外れか。いや、うん、外れで合ってると思うけどな。また来たな。お、スイカだ、取れる。1,2,3,4 だ。青7の枠上でもいいんだよね。あ、枠上っていうか青7の2個下の、スイカでも外せる感じですこれで。こうわー、いやでも外れだろうな。これか、これの時にスイカ。あ、でもこれでピタか。あれでもこれだとね、本当はね逆ハサミで、あ、ここでコンドル狙えば2個まで余裕あったのか、アシストで。じゃあ青7上段いく。これで外せんだけど、うん、そうか。これで確かね、コンドルを、あ、外せねえじゃん。青7の方かな、アシスタンの。確か2個もあったと思うんだよね。でも青狙ったらさ、15枚取れないよな。そもそもアシストなんてない?違う。アシストあるのは中段だ。中段だな、多分。はい、出ました、博士の答え出ました。アシストは中段の時だけです。中段の時にコンドルです。コンドル枠上か上段です。はい、大丈夫、博士だから。416枚、これ15枚足していいのかな。15枚足したら431か。まあまあそんな感じです。お、1ゲーム目来る、来ないね。まあ、これ右ってさ、右ってスイカ取りこぼすポイントってあるの?ない。この辺怪しいけど、まあでもあんまり右を狙ってた記憶がないんだよな。だからもちろんこれで下段コンドルでも入ってるね。チェリーコンドル、あと赤ゲーチェーナもほどね入ってるね。何かと間違えてんだよな。ここのダブ点ね、出ないってことはやっぱ出て外れて入ってんのかね。ほら、なんだっけ、例えばこういうのでもさ外れちゃうのよねいや、やっぱ 100% ではない。これチャンス目じゃねえのかな、この形ね。外れる、これ。外れるよね、外れるのよ。うん、あ、やっぱ、うん、さっきのこっからのスイカはあの時が成立ゲームだった気がする。そうだよね、一応チャンス目にはなんのかね、あのダブテン外れのとこね。
これ前のゲームちょっと待って、ごめん、あの違うんだよな、前のゲームね入ってた言おうと思ったんです。なんかスイカだったよね。そうなのよ、そういうこと。はい、さっきの前のゲームのあれで入ってると思います。これもうリーチ目ね、この2角に。お、あれ早い、19ゲーム。あ、間違えた、スイカ狙ってねえじゃん。これでもスイカあんのかな、ここ。いやー、すごい盛大なツッコミがいっぱい入りそうだね、この動画。もうどんどん来て、本当に。もうなんだったら博士に挑戦でもいいよ、マジで。もう全然かかってこいや。お、いいね、いいね、これすごいデメだな。だから赤穴狙うのは間違いないのよ。でまあベルの時はベルでいいんだけど、これこん時だよ、こん時にコントロール上段でアシストいくべ。これアシスト、ほら、はい、正解出ました。中段リプレイの時に枠上かコントロールで外せます。はい、あーそうか、この時にもう用意しとかなきゃダメなのか、この赤七くんを。だから赤下段の時はスイカ赤のとこ狙って、赤が止まったら15枚狙って、リプレイの時はリプレイ外すとか、そういうことか。こういうことでしょ。あ、ここだと、あ、大丈夫か。あ、チェリー出た。おいおい、チェリー出んのかよ。これの時にこっち狙ってんで、これでビタだ。あー、赤、青の方がいいのかな。お、あ、スイカじゃねえな、これは。あ、スイカだ。うん、これ気をつけろ、気をつけろよ。今滑ってこなかったね。うわお、あ、もう14になってる。ダメだダメだ、これで外してダメだ。あ、やべえ、外しすぎたな、これな。あ、ナイス。残りって8ぐらいまでなのかな。こんな感じですね。でさ、このコンテストの動画を前ちょろっと見たことあるんですけど、なんかものすごく打ち込んでたような人が動画アップしてて、すんげえ早いの、ビッグの消化が。こうやって取るのも早いし、外しもバン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 、もう一周でガンガンガンってやって、あれ相当打ち込んでるよね。だからもう一番効率がいい打ち方よ。だから15枚取るにしても、次の週どこ押せば一番早いかとかもう分かってる打ち方なんだけど、あれマスターしたら確かに早いよね。ビッグの召喚が早いってことは、回せるゲーム数が早くなるってことだから、あれをやってたら本当に、まあ、13時間営業だとしても9000は回せるかねとは思うけど、確かにな、判別すればそれなりに甘い台というか設定5以上はあったと思うね。技術介入ですごい差がつくから、お店はね結構利益出てたと思うのね。その分ちゃんと設定も入ってたろうし、判別も簡単だもんね。まあまあ簡単な方だし、なんだったら毎日打ちに行くんであれば、それこそ仕込みもできるからね。前日にクロスカウンター仕込んでてもいいし、まあ、バーキを仕込んでてもいいし、まあいろんな仕込みはできるよね、この台の場合は。クランテの場合はもうこの打ち方でも楽しいからしょうがないもんね。例えばじゃあさ、これを青菜の落としでは打たないっしょ。
やっぱり、まあ、青なおの今年だとあれが見れる可能性があるのか、リリースが見れる可能性が高くなるのか。でもやっぱこっち打っちゃうよな。まあこっちでもこっから出るけどね。さっきなんで出なかったんだろうね。なんかスイカスイカスイカみたいになってたよね。これの時はスイカここかここで入ってるのかということでね。これよくあれで見るやつだな、あのセレブレーション5号機から覚えてるから俺5号機の方で覚えて戻っていくから。俺でもなんでこの台をそんなに打ってなかったんだろうな。この2はすごい甘いけども1は低設定だときついっていうのと、だったら他にねもっと簡単に稼げるやつがあったから打ってなかったんだろうね。うん、青からでもスイカ止まんないね。今更って話になっちゃうよね、知ってる人からすると。代表的なリズムしときゃいいんだこんなもん。だってここの青七落としはベルはあるしスイカもあるから大丈夫だね。初代コンドルはこう赤七落としよくやってたからね。ね、リリース動画出るからね、こうバーンっていきなり。あとゲチェナも出るし、ここでさ青七斜めテンパしない気がするんだよな。うん、青七テンパしないな。スイカ、うん、ここだと1、2、あ、スイカ大丈夫だわ。青七ここに狙ってれば大丈夫だ、青天ね。まあまあこういう楽しみ方もできますよってことですよ、自分で考えながらね。青七はだいぶ気になるところやけど、まあちょっととりあえず王道でいくか。入ってから試せばいいんだよね、止まるのかどうか。まあ、成立ゲームと成立ゲームでまたちょっとねテーブルが変わる可能性があるけど、これ順押しとかどうなの。あ、ここまで滑ってベルないんだ。まあ例えばこれ青天狙いだと仮定した場合、あ、この赤7がさ下段とか枠しちゃってスイカがテンパった時点でもスイカなのよ、コンドルの場合ね。だから、スイカは分かりやすい、あと入りも分かりやすいのか。なんかいけそうだな。だからここで狙うのは赤7枠上上段赤7だよね。まあ中段でもいいかな。うん、そんな感じに狙っていけば、うん、スイカテンパしなきゃスイカないから、うん、まあ楽っちゃ楽だよね。まあ2リール狙うことになるけども、でもね今度の青天狙いしてた人にとってみれば全然苦痛じゃないと思うよ。あ、これ怪しくねえんだわ。怖いのは爆上をしてる場合に1でしょ、2、3、4、一応下段まではスイカ、4個もなんだけど、4個も滑ってきて下段テンパにしてくれるのかどうかだね。斜めぞれは多分問題なく滑ってくると思うんだけど、順押しだったら大丈夫かな。4個も滑ってくるかね。下段ぞれが選択されることはあると思うんだけど、下段ぞれというか成立の時のテーブルで決まるか。そういう意味では、赤の下段に来た時に外れたらまあリーチ目なんだろうけど、コンドルとかの場合青点狙いでちゃんと狙ってたらそこまで来て外れることはなかった気がする。もうスイカ確定だった気がする。ああ入ったやん。これいわゆるハサミ目でね、ハサミで怖いカードの目が順落ちで出たってことね。やっぱ下段まで来ないんだね赤7。だからこういう最後までチャンスがあるってことね。まあハサミでも一緒か一緒なんだけど、そうそう、えってなるわけだ。さあそろそろ化けじゃないですか。化け赤でもいいのか、赤でも
いいの結局コントロが止まる。あ、ダメだ。赤だとビッグが狙えねえじゃん。いや、ここ狙えば大丈夫か。あー、いい。あ、ちょっと初代のコンドルっぽい音っすね、今のね。赤7。これなんだっけ。あ、これジャックインなのか。だから、青7ではでもな、危険だな。今度にしよっかな。あ、今、この辺に押した？アシストじゃないもんね、今ね。じゃあちょっと遅すぎたかもしれない。いけるいけない、来たな。あ、これだからこっちを狙わなきゃダメだ。スイカの方ね、下段の時は。でこれか。おお、外れ。オアチェリー。いや、怪しいな。で、上中段に狙わなきゃダメだったかもしんねえな。これで、やべえな。こうか、このぐらいだ。スイカはないよね。あー、間違えた。あぶねえ、ベルでやってくれ。あ、よかった。間違え、違う船直しちゃった今。お、これはスイカっぽいな。スイカこっち、よし。ベル。ああ、いや、ここじゃねえんだよ。ここじゃない、ここじゃない。うえーっと、残り10はダメか。少ねえな。ベル一回こぼした。スイカをこぼしたかどうかちょっと分かんねえけど、アシストがさ青であるかどうか分かんねえな。363だって。ここに15枚足す。じゃあさっきコンドル赤狙いをやってたっけ。そうか。じゃあ青赤狙いやってみる。青赤で、あー、でもこれだとめんどくせえな。これだと、いや、スイカ転廃するよね。それはダメだな。だと同じになっちゃうな。大して変わんないよね、これで。うん、まあ好きなように打てばいいんだけども。あ、しまった。成立後に青7斜め転廃するか、みんな忘れたね。ちょっとしばらくやる？あ、転廃するやん。おっと、外れだよね。いやー、入ってないだろうな。うん。はい、します。テーブルでした。テーブルで蹴られてただけだった。となると、やっぱ、挟み撃ちじゃな、この台はね。まあ結局みんなそうやってたからそうなんだろうけど。
なんかスイカを狙わずに行こうか。取りこぼしながらでもいいから、ここのロータリーで、まあどんな目が出るからな。珍しく脇を引いてないからすげえ気分がいいんだけど、このままビッグで終わってほしいところだな。枠上のさ、青とかコンドルビタからの外れも入るんだろうけど、多分成立ゲームでは出そうだけどね。成立後では出ないって感じで、これワンチャンか。ワンチャンの出目、ワンチャンから入ってた、ワンチャン入ってた。さっきのリルプレイリプレイベルだけど、ベルだったけど、あの枠上青ね。うわ、スイカの方止まってほしかった。たまたま適当だったからだけど、あれワンチャン目だったよね。おーい、すげえ綺麗な目出たな。コンドルで揃えよう。はい、いくよ。あんまり好きじゃない俺この音はね。あんま好きじゃないんだけど、まあ今度はこういう音ですよっていう。すげえ連チャンするな、これノーマルだよね。ものすごい勢いで出てるんだけど、おー、まあな、ジャック外れの時はリーチ目が出るからね。お、あー外れんだ。でも合ってるよな。合ってる合ってる、絶対これで合ってるはずだよ。あ、間違えたけど大丈夫。あー大丈夫じゃなかったな。いやでもスイカあるもんね、大丈夫だよねこれ。青7いってるよ、青7。なんで取れないのこれ。間違ってるなんてことある。じゃあ次コンドル。青7アシストあるか見てみようか。上段に押せばいいのこれ。あ、枠をしちゃった。アシスト見たかった。アシスト見たい。青7上段、上段これか。外れるの。青7上段でもいいの。あ、そう、あるいは外れだったのかな。いや、あんだけ滑って外れってことある。あ、パンクしちゃう、パンクしちゃう。あ、パンクしちゃう、マジでパンクしちゃう。ブーン。あ、しかも最後攻略取れなかった。はい、終了で、はい、では以上でクランキーコンテスト2を終了します。久々に打ってみてね、やっぱりこの台は面白いなというのがすごい分かりました。でね、新しい打ち方もね、今日試してみたんでね、こういう風にいろいろ楽しみやね、皆さんも、もしどっかでことがありましたら楽しんでみてください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバーイ。